こんにちは。いらっしゃいませ。おはようございます。来たな。おはようございます。本日お魚サバがございます。はい、じゃあ目玉焼きをください。焼きたてをお持ちいたしますので、こちらのお札のお席までお持ちいたします。はい、ベーコンかソーセージもお付けできますか、いかがでしょうか。じゃあソーセージを。ソーセージ、はい。こちら盛岡三段目ご用意しております。わんこそば、わんこそば、はい。こちらそばの薬味をお願いします。全体見なくていいんですか。うん、なんか突然決めていっちゃったけど、いっか。それでいきましょう今日ね。はい、失礼いたします。誘われるがままこう来てしまったけども、瓶詰め缶おすすめの瓶詰め海鮮丼でございます。ご飯にかけてお召し上がりいただきなんか美味しそうなお米ですよ。本当だ。まあ、東北はね、間違いないよね、ご飯は。え？置いていただいて、ラム酒が出てまいりますので、お好きなようにして。中。すげえ、初めて見たよ、これ。すごくない？これ。びっくりしたけど、もう朝からあ、結構いい感じになったね。出来上がったら、ん？あ、サラダじゃないですか。サラダいるか。いや、いっぱいそんな食うつもりじゃなかったんだよな。あ、やべやべ。あれ、ドレッシングってこれじゃないですか。あ、これか。下までこう行ってっかなっていうね、心配が一旦ね。こうでちょっと待って、一旦と言いながら牛乳みたいなのあったんだよな。これいいのかな。これが飲みたかったのよ。これ新鮮で上が生クリームみたいに固まってるので、木のマドラーでかき混ぜてからお召し上がりください。え、はい、これが写真にあったさ。あれ味噌汁とかいらないですか。いるね。なんか違うんじゃないですか。何これ、違いのひっつみ汁。うわー、なんかわかんねえな。なんこれ、
違いこれ違いじゃないですか違いってみると席ご案内いたしますあ席に席に先に取りますじゃあこっちこっからこっちですねトレーがこちらにございますあなるほどはいいらっしゃいませはい森岡三代目ご用意しておりますじゃあじゃじゃ麺じゃじゃ麺はいと森岡冷麺じゃじゃ麺と冷麺冷麺はいでもまあちょっと奥から行った方がいいねあ目玉焼きあ多いな食いすぎだなこれ結構豪華な朝食ですよねえこれセッティングしてみようかじゃあわんこそばもください3つはいお皿に乗らないとお皿に乗らないから嫌ですそうなのよ俺全部乗せちゃうとねちょっと待って一回見るからね一回見るからひっつみひっつみ汁汁ばっか飲んでる感じになるけどこれにこれかなそうやって食べるやつですかなんかあそうか全部全部で完成みたいな書いてあって海鮮丼みたいなやつですかね美味しそうなそういうことか、うまそうなんかねうわでもめちゃくちゃ豪華になりましたね急にいや急にねでこれ飲むというこれ今ほら剥きやすくなってるこれこの突起があんま瓶の牛乳飲んだ記憶ない俺もないのよヨーグルトみたいにトロトロしてるからこううわなんかトロトロしてるわ本当だ何これとろみがちょっとあるわめちゃくちゃ美味しそうじゃないですかこれ売りみたいよこのうんめえばっか食う感じだけど朝から麺ばっかり食う感じになるけどいいのかなこれ全部入れて完成っすよねといえばね、わんこそばですから。そうか。うん。大竹さんまた木を手がったやつ持ってきそうですね。持ってそうだね。全然想像つかない。これは持ってこないと思うな。うわ、瓶詰め海鮮丼だって。こちら、なるほどねご飯にかけてお召し上がりいただければご飯にかけてね、はい、一旦待ちますはい一旦スルーでね味噌っこきゅうりやっぱその名前がついちゃうとね欲しくなっちゃうね本人が地元のものらしいですこれね地元でやるとやっぱ食べたくなっちゃうな地元って言われちゃうとやっぱ食べておかないとね
美味しそうですね。こうぐちゃぐちゃに混ぜた方がうまいんじゃないのこれ。見栄えが悪いからあの混ぜなかったけど、こうやって食うんだろうね。うまい。完成した。ちょっとわさびが辛いけど。いやでもそれ美味しそうです。うん。ああ一口だけ欲しいんですけどね。超ちっちゃい。ちょっとこちらにテラムス出ます。これぐらいだね。醤油あそうか、はい、じゃあ以上で。ちょっと取りすぎちゃって。いや食いすぎでしょうよ。麺3種って朝。一応ほら。来たから。いや、分かるんですけど。うん。あ、でもこの牛乳がいいっていう。これうまいな。あ、そう。さっき CM みたいなうまいが聞こえました。かき混ぜるみたいな。かき混ぜた。なんかトロトロしてた、マジで。あ、さ、それを一回飲んだ。トロトロ状態。うん。飲まないのが怖いから。最初から。じゃあ最初やめとくか、一回な。刺激が強すぎる。やっぱりね。好きなの俺も豆腐が。あ、豆腐あったんだ。うん。ソーセージと目玉焼きっていうのをやめてこっちにしたの、3種に。このオーソドックスをやめて。まさか大谷さんがソーセージと目玉焼きを食わねえと。そうでしょう。うん。なるほどね。白飯面白くなかった。あの機械のね。うん、あ、なんだっけ、定食屋でやるじゃん。たまにやります。チェーンのね。初めてやったよ、あれ。初めてやった。うん。まあ、オーソドックスだな。うんうんうん。まあ、この瓶詰め3種いったんだな。地元のね、入れながら一品が盛り上がらない。それかけてくの。うん、この中に入ってるやつを。飯ついてるよね。 CM 狙ってるんですか、お米の。そんなベタなことあんの。おじいさん朝飯ついてる。うわ、ほっせな、あれみたいな春雨サラダみたいな、ね、盛岡の書いてあったよ。うん、うまい。普通の冷麺と違う、うん、普通の冷麺。それがこっちに流れてきてるのかな、東京の方まで。当たり前みたいに。オーソドックスなのね。知ってる味なの、やっぱ。特にこれは生姜入れていいですかっていうのは、その入れる入れないを知らないやつに聞いてもね。確かに普通が分かんないから。そうなんだ、これいわゆる。でも汁なしのイメージあったんだけど、このジャジャ麺。ジャジャ麺、うどんだよね。うどんだな、これ完全に。味噌味かな。味噌味か。朝から食えるかな。うん、よかった。うん、密室汁みたいな、これ何だった。ひっつみ汁さ。密室汁じゃねえ方にしちゃった。あの貝の方。そう、ひっつみ汁。うん、こ貝の方が美味しい。魚介の味がして。これが出汁とこの野菜の、肉がないだけで野菜の醤油味の。それ貝ね。これこれきりたんぽと同じ味。あ、うまいじゃん。うん、秋田のああいう醤油味ね。まあまあ、なるほど。もう一通りやったからね。明太子で食っちゃおう。東京の朝飯みたいにして。うん、うまい。うん、
岩手って結構来るんですか。盛岡仕事で来るイメージだよね。以外、例えばじゃあ有名な温泉知らない俺ら、何だかもしれない。仕事ではありますよ。来てんのかな。岩手だけ記憶がないね。ない。でこれ朝食食うたびに夜入ってるんだもんね。そう。そう。別に朝入りでよかったですよ。俺朝じゃ間に合わないのこれ。これ。あ、そのこれなければ。これなければね。これあるから朝じゃ無理だからね。じゃあ飲むか。ついに食事中に、うん、いらなくなっちゃうから。もうタイミング一緒だよ。そうだね。お、もうこれ引っかかりがあるんだね。ドロッとして、うわすごいじゃん。あ、あ、ちヨーグルトみたいな。うわお。ここのとこ。うわ。え、混ぜないでいったの。いやいや、すげえ匂い。牛乳のあの、なんていうの、牛乳の匂い。すげえ、だからあの嗅ぐなよ、お前。小竹さん、朝から声出てますよ。小竹さん、目立っちゃうからだから濃いのね、これをこうね。手で押さえねえかな、それ手で押さえてほしいな。俺がいつも子供に言ってるやつ、ね、ガチャってなりそうで。俺がいつも子供に言ってるやつ、ね、手持て持てっつって、俺がやってない。瓶の重さでいけんじゃねえか、これが非常に軽いから瓶の重さで倒れないんじゃねえかっていうね。ダメよなあ。めちゃくちゃ爆笑してます。飲まねえんじゃねえかなと思ったの。俺もう何の感想もなくかき混ぜて飲んじゃったぞ。俺バカみたいに。でうまいじゃないんだよ。だいたいわかんだろうな。うまい。ダメ、もうそんな一回放置したりとかしてるやつはもう。ナチュラルでそれぐらい出てました。うん、なるほど。牛乳こう飲むことはないからね。いや、ねえんだよ、瓶で今。あれ、そんなね、ない。これ慣れてる人もいるでしょ。俺久しぶりだった。久しぶりだな、これ、うん、コーヒーに入れたよ。コーヒーもありましたよ。あった明太子持ってこう。コーヒーに入れたいっていうコメントもダメだしね。このまんまが一番美味しいからね。コーヒーに入れたいって。なんかさ、なんかあったのよ。ちょっと探ってくるわ。ちょっと俺も探り入れてくるわ。あのコーヒーとなんかデザート風があったのね。え、水まんじゅうっていうのがすごい美味しそうって言ってました。納豆と明太子っていうオーソドックスな形になったのね。食おうと思ったんだけど、うん、この後飯食いますよって言うから、あんま食っちゃう。いや、そうだよ、俺もそれが引っかかっちゃってさ。そう、これでもういらねえ、でやめようかなと思って。今何もいらなくなっちゃったよ。この後飯2時間後に食うって。そうなのよ。あんま無理しない。あんま無理しない。俺もう終わらしたから。コーヒー。ただこの水まんじゅうだけはね、うん、どうしてもちょっと食いたかった。美味しそうじゃないこれ、ね、うまそう。それこれうまいよな。うまい。それこのうまいという噂のこの水まんじゅう。うまい。なんか
え当たり前のあの味じゃない。いやうまいうまい。タコレの中でもうちょっと水っぽくて、うんはいはい、すぐあんこが出てくると思ったら、うん、意外と周りの透明なやつがしっかりしてたから、うん、びっくりしちゃった。岩手の朝食はよかったね。最高でしたよ。やっぱりこのなんビュッフェスタイルっていうの、うん、いいよね。それはやっぱ人気のコンテンツになるんじゃないですか。やっぱこれないと来ないのかなみんなね。そういう話でしたね。もうね。そうですね。いやじゃあありがとうございました。あ、ちょっと、いや、ナイスセンシング。ナイスセンシング。あ、うまい。これはインパクトあるわ。うまい。うん。サマーズチャンネル。